高木豊です。高校球児です。お願いします。やる気あるか？あります。バイトはあります。焼き上げです。どうですか？しんどいです。金ありますか？ないです。元気で、いやもうそれはもう、はい、金なくて元気ないって一番最悪ですから。え、やっちゃう。何？いや、もう本物です。マジっすか？あ、いい匂い。欲しい？欲しいですよ。俺もお前たちにバイトを早く脱出してもらいたいわけだ。いや、嬉しい。もうやめたいっすよ。お前ら頑張ってるから。え、あざっす。いやいや、ただでばやらない。いやいや、だって頑張ってるから。ストラックアウトみたいにこれを1球で当てたらお前らにやる。いやいやいや、お前ら当たんなかったら罰ゲームだ。これ一周こう、けんぐり返しブランドぐる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 バッと。いやもうどうや。地味に嫌っすよ。じゃあやってみましょう。しゃあ100万見えますか？はい。下のあの台は我々のじゃないです、はい、だから下の台を壊したら弁償になるんです。え、それで投げる前に面白いこと言わないと投球禁止令。聞いてないですけど。俺が OK って言ったら投げていく。いや投げづらー。当たり前だよお前、笑いの端くれだったら。投げる前に一言ギャグ言って投げると。わかりました。先行だね。はい。まず2枚抜きいきます。つまんないこれ。おお。低めいったらもう何のあれもない。じゃあ、いきます。100万円当てて、奄美に土地買います。そんなに安くないぞー。そんなに安くないぞ。ちょっともう一回いいっすか？お前らほんと笑いのセンスゼロだな。いきます。いらっしゃい。おぉ、コースはいいよね。キューキューです。キピンローのボールをにわざと右座で当たりに行く元阪神。ああ、ちょっとやった。しょうがない、帯がないんだから。だから罰ゲーム、でんぐり返し。でんぐり返し、競争にします。勝った方はここまでの。でんぐり返しが早い方がね。でも早くなかったらセカンドまで行ってもらう。おお。はい、トップ。お願いします。